ファイナルバトル。メインイベントタッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナーより日高郁人選手の入場です。という素晴らしいセミファイナルの後のメインのタッグマッチ、はい、アレクサンダー大塚タイガーマスク組対カール・マレンコ日高郁人組。今回も一人一人の入場なんですけどね。TFM もガラッとね、ムードを変えましたね。そうですね、この日からポップコーンとかね、ワインとかビールとかの販売もするようになりまして、アダルトな感じでね。そうですね、いろんな人に、あちゃん本でもらってね、アダルトでありつつこのいい意味で殺伐としたね、ドキドキするような異空間。そうですね、はい、アマチュアがあったり、はい、Bルールがあったり、はい、プロレスルールがあったりバトラーズルールがあったり、はい、そうですね、バトラーズに来ればいろんなものが見れるし、そうですね、勉強できますよ、いろんな、ね、だから入場料というよりも授業料と呼びたいぐらいね。そうですね、はい、そして日高郁人入場、おなじみのマスク姿で、そして今日は ECWT シャツを着てるんですよ。おー、これはまたどういうことですか。やっぱりこの日高郁人なりのメッセージですね。ECW という団体が、アメリカの方で、今ちょっと活動停止になってしまって、そうなんだ、そうか、そういう中で、日高選手も ECW に行って、大きくなった部分もありますからね。そういう部分も含めて日高選手なりのメッセージだと思うんですけどね、はい。そして日高郁人のパートナーカール・マレンコ、この日からちょっと入場テーマが聞き慣れない新しい入場テーマになってるんですが、なんかゾクゾクするな、いいですね。でカール・マレンコ入場。日高選手とカールっていうのは戦っても組んでても手が合いますからね、この2人は。赤コーナーより道の駅プロレスタイガーマスク選手の入場です。今回は華やかな部分で、はい、道の駅さんからタイガー選手に来ていただいて、タイガー選手もやっぱりバトラーズに合っている選手ですよね。そうですね、もう、今日はね、どんな戦い見せてくれるのかな、タイガーもある意味その引き出しの多い選手ですよ。そうですね、だタイガー選手の B ルールというのも面白いと思いますし ね、ある意味本当の意味でね、僕は4代目ですけれども、本当の意味で2代目は彼なんじゃないかと僕は本当思いますね。一番もうそっくりですよ。です、ね、動きといいセンスといいね、性格まで似てるんですけどね。アレクサンダー大塚選手の入場。初代を受け継いでるのは、はい、このタイガーマスクと先ほどのスーパーライダー。そうですね、はい、あの二人は本当に狭山イズムというものを一番受け継いでる二人じゃないですかね。そうですね、戦うことだけ許されて。そして今回東京 FM ホールのトリを締めるのが選手会長アレクサンダー大塚。はい、愛情を求め優しさに気づいた時、妙にかっこいいですね、やっぱりこう照明とかこういう、リングをセンターリングに、今までは8つ目だったんですけれども、はい、前回のクリスマスからリングを中央に持ってきまして、そうですね、やっぱ雰囲気全然変わりますね、なんかそういう雰囲気で損してる部分もありましたからね。そうですね、冗談じゃないよっていうね、俺たちはかっこいいんだぜって。そうですね、特にこの4人は、映える選手ですからね。そうですね、アレクは頭生えてないですけどね。はい、そういう社長。はい、出てきましたよ、ツルツル頑張れアレク。選手会長としては B ルールの発案とかいろいろ多忙な日々を送っている選手なんですけども、やっぱり大塚選手がね、核になって、そうですね、一本しっかりしたものを
本日のメインイベントタッグマッチ見せてもらいたいですよね。一本勝負を行います。青コーナー190パウンド日高郁人、そしてペイント姿の日高郁人、同じく210パウンドカルマレンコ。赤コーナー道のくプロレス A 連邦ジュニアヘビー級チャンピオン185パウンドタイガーマスク、同じく210パウンドアレクサンダー大塚。豪華なタッグマッチです ね、うん、ね、これは本当にこの TFM っていうのは豪華な感じします。うん、見てるとね、こう、そうですね、うん、やっぱこのホール自体がやっぱり綺麗で天井も高いですね、うん、これを間近で見れるんだからね、はい、さあ先発は日高とタイガーマスク、この日高がね必要にこうタイガーマスクを付け狙ってますからね。あ、そうですか、シングルでやらせろ、シングルでやらせろ、うん、この2人のやっぱりこうシングル面白いですよね。でしょうね、見てみたいね、すごくね。タックルから、これもうお互い熱くなってますよね。だからもう腕の方のあれはもう大丈夫なのかな。そうですね、まだまあ多少の、うん、不安は残ってるとはいえ、あとは精神的な部分でしょうね。そうですね、はい、あとは試合して徐々に、うん、そうそうそう、慣らせていくという感じですね、はい、ファイ。社長はタイガーマスクとは、うん、試合は何度か。そうですね、どうですか。うん、これはね、実はね、すごいいいんですよ。動き早いしね、一個一個の技が正確なんですね。ああ、そうですね、はい、正確にもう攻めてくるんでね、本当にピンポイント、ピンポイントで入りますよね。そう、はい、やっぱりすごいセンス、半端じゃないかなって感じね、日高腕を取る。アームロック狙いの日高、それをさせないタイガーマスク、ね、微妙にこの腰を切ってね、反応してますからね。そうですね、なんで座ってるんですかね。座ってるというか待ち上がってたんですけど、ね、うん、低い位置からね、目線でグラウンドを見たいという、おすごい、跳ねる跳ねる、素晴らしいですね、この2人は。ファイ、おっと、スライディング式の今 の, 前、ね、あのスライディング式の前方へのカニバサミ、はい、聖剣道テクニックらしいですよ。なるほど、はい、ライダー選手のセミナーで、うんうん、こういうのがあるんだよという、うん、あ、なるほどと思いました。今の佐山伊豆、はい、そして、さて、そしてアレクサンダー大塚にチェンジ。アレクは今日というかね、この試合の後、東京ドームで、うん、全日本の試合があった。売れっ子ですな。売れっ子ですね。あの第1試合で、まあ、土方であった米選手とタッグで全日本のドームの方に、ね、これ試合終わってすぐ向かったんですけど、うん、近かったからね。そうですね、はい、目まぐるしい動きですね。腕を離さない、うん、で今度は逆に日高が腕を取る。そしてカールにチェンジ。
川原も本当にあの膝手術してから動き良くなりました、ね、もう完全にもう膝の方はもう万全だって言ってますよ ね自分も、川原もどっちですかね、もうプライドでって今シューバーバンドレーシューバー、まあ今怪物のごとく強いですけどね、もうカールとやった時はそんなにカールボコボコにされたわけじゃないんですよね、うまくこうテイクダウン取られてポジション取られたわけで判定に持ってね行かれてしまったんだけれど、あんなにちゃんとした試合になったのカールだけでしょ。そうですね、あとはみんな野獣のごとくやられて、殴られ殴られて、やっぱりカールえらい強いんだなこいつはなと思って、しかもその試合、カール膝抜けてますからね、手術する前だったんでね、ボロボロだったらしい、1ラウンドの最初の方で膝が抜けた、そう、それでもシューバーと引き分けました、再戦したいって言ってますね、燃えてますよ、悔しかったですね、やっぱりね、やっぱりね、そうですね、やっぱり万全な体調でね、もう一回やりたい、そうね、で、これは大塚選手がカールの足首を、そうですね、これはね、ヒールホールドのような体勢、そう、そしてこれでカールが首を取ったという感じですね、エスケープ、カール技術もある、力もありますからね、そう、すごいですよ、力は本当、実はあれなんですよ、足の方もね、短いんですね、どっちかって言ったらね、そうですね、東洋系、日本人体系ですからね、うん、そうなんですよ、だからこう、だからこう、うまく重心が乗ったりするんですね、そう、非常に理想的ですね、レスリング、そうですね、まあ、好きですからね、カールさんに練習したり、おっと、すごい、どんな持ってき方だという、すごいな、そしてフロントジョーク、大塚選手の背筋の強さもすごいですからね、ねすごいですね、嫌なんだね、あれってああやって持ち上げられると、非常に、おお、いつ落ちるんだ、いつ落ちるんだって感じで、ね、ああっていう感じですね、そう、あれは嫌ですよ、そしてこれは大塚選手が膝固めとカールの膝十字のような感じ、うまく抜けて、とアキレス腱を、アキレス腱逆かなり見に行くのか、そのままタイガーとタッチ、この2人も珍しいですね、うん、カールとタイガーっていう、そうですね、そのままじりじりと、いやらしい入り方でしたね、今度は前転して返して膝を取る、足を取るのか腕だ、腕に行くんだな、やっぱ今みたいな攻防でね、お客さんから拍手が来るっていうのは嬉しいことですよね、で、カール得意のクロック、これは首を決めてるわけですね、ある意味ね、はい、そんなので61、ボビークラブでこうカールの、まあ、クラス練習とか、よくやってるんですが、1時間半ずっとこういろんなクロックヘッドスタートの入り方を1回習ったことがありまして、すごいねそれはね、マウントからこうだ、横四方からこうだ、はい、バックからこうだ、はい、すごいなと思って、あんまりこう外国人選手でクロックヘッドスタートやる選手っていないですから、ね、いないですよね、日本人選手でも少ないですよね、少ないですよ、僕もたまにやります、で V クロス、おっうまい、すごい、来たぞ、これは脇固めに切り返す、前転して、前転して今度は素晴らしいですね、そして今度縦三角、エスケープ、素晴らしいですね、素晴らしいですね、カールがこうグラウンドで翻弄されるという場面少ないですかね、めったにないですよ、さすがですね、タイガーマスクね、そうですね、そして再びがそばっと溝落ちにピンポイント、そばっとだよ、そして高い打点の2ドロップ、今のそばとピンポイントでしたね、見事ですね、グフって言いましたね、ボディアッパー、ノライヌフック、ノライヌフック、小林聡直伝のノライヌフック、タイガーダウン、この辺は野良犬フックかロシアフックかどっちのフックが強いか決めてやるって言ってましたからね、そして井口コーチ直伝のスープレックス、おっと今度はソバットのお返し、おっとすごいロシアフック、今度はロシアフック、ペコって言いましたからね、
実はね一緒に練習したことあるんですよ、タイガーとね、この今のまさに今の、裏剣でやるロシアフック、そうなんですよ、しかもですね、これもまたあのスーパーライダーセミナーの話に戻ってしまうんですが、前日にまあライダー選手のロシアフック講座があったんですが、ロシアフックは必ずこめかみを狙っている、あーなるほど、拳の裏でこめかみを狙っていて、まさにこめかみピンポイント入ってましたね、ああいうところもやっぱすごいなってもう思いましたね、レフェリーやりながら、すごいロシアフックと野良犬フックの打ち合い、おここでもまたドラゴンスクリュー、すごいドラゴンスクリューから膝十字、綺麗に入った膝十字、エスケープですね、日高迫力出てきました ね、 そうですね、一個一個の技にね、さあ次は足を取りに行くアキレス腱、歩く足をねグッと突っ張って伸ばして防御してます、そうですね、日高を投げようとしてる、そうそう、だけど今度は逆の方向に行って逆手の今度は何を狙ってるんだ大塚、大塚不利になりましたね、そうですね、完全に膝が曲がって大塚立ち上がって今度はアレハンドロック、来ましたね、強引に行きましたね、で変形のアレハンドロックのような感じですね、して逆肩に反ってる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 、危ない、これ危ない、エスケープ、ここ大塚選手のナチュラルパワーというのはすごいですよね、ああいう強引に持っていく時の、そしてサイドスープレックスのような形からバックブリカー、今のもやっぱり背筋の強さですよね、これも無理やりに持ち上げる、無理やりに、そして日高踏ん張る、おっと珍しいですね、そこから膝重視、あそこから脇固めに行ったりするのはよくあるんですが、そうですね、膝を取りに行きましたね、なるほど、ああいう取り方もあるんだね、もう画面を見てなんか、ああなるほどって思うことが多いですよね、エスケープ、4人が4人それぞれ技術がありますからね、で4人が4人それぞれ個性がありますからね、そうこれは最高ですね、でカール・マレンコ、じゃあ羽織り固め、すごいカットだ、そして腕十字、おっとこれはプライドでマイク防護を下した技な、ね、ガンサーのカールが使い始めたからね、これは、そして三角締め、これちょっと効いてますね、だいぶちょっとスタミナの方が難しいし、シェバックにはあるか、足を取りに行く大塚、足の取り合いになっ、アキレスの取り合いになってますね、これはどっちが今ちょっとカールが有利になりましたね、そうですね、これうつ伏せになって、あーカール有利ですね、これ入りましたね、入りましたね、タイガーカットに入る、カールをつけたままあそこまで引っ張りましたからね、大塚選手、スリーパー、ショートショート、ゲーム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 、
これアスリーパーちょっときついですね、これタール、して腕を固めてチキンウィングエスケープもうタイガー選手は技の切り替えが早いですよね、本当に。そうね、うん、してみたびライバル対決さあ、様子を伺う日高、腕狙いですね。そうですね、よし、すかさずタイガーも起き上がってしてから中を固めてヘッドバット細かいね、おっと、張り手おケブラ道路を返して、おー、ハイキック、そしてツーゾーン、これは気持ちよ、そこから逆エビ、うわ、完全に沿ってますね、これ、うん、これ完璧にやってる、この字なんだ、この字、あー、カタールの痛いカットが入った、おお、カタールも熱くなってきましたね、バットガインになってきましたね、うん、重いんだな、これスピードはないんだけど重いんだこれ、うわっ、あー、膝、そう、すごい、膝が入った、おお、で正常のカニバサミから膝十字、これひねってますよ、ヒールホールドみたいな、ヒールホールドの感じ、スライディングキック、激を飛ばす日高、してバックに回る、痛めていた膝に正面から入りました、うん、いや今のでちょっとカール動き止まりましたね、なるほど、やっぱりそういうことに対するやられることに対する恐怖心みたいなものがあるんでしょうかね、動き止まっちゃいましたね、そして膝がため、膝がため、完全に決まってますね、カールエスケープ、カウント、カール動きが完全に止まってしまった、おー、スリーポン、スリーポン、スリーパー向かい合い、アレクサンダー大塚、して日高にチェンジ、一気に行きたいですね、日高選手、いいね、このままね、おっと、そしてこれが新技、日田キャッチ5、おー、すごいすごい、今のは新技、日田キャッチ5、まだの井口コーチと考えて出した、うん、エスケープ、クロスヒールオードだね、そうですね、それと膝十字が終わったような、アマレス流のアンクルホールドからのクロスヒールホールドという、はい、実はこう B クラブを一番活用してるのは日高さんですね、なるほどね、それは言えるかもしれない、さあ何を狙うんだ、日高行くと、あ、うまく返した、またこのすごい力、あれ強引に強引に返した、後ろからの低空ドロップキック、してビクトルからの膝十字を返して、あ、足首がダメ、足首がダメ、これは膝が畳まれたら痛いよ、これは、あ、決まった、最後はうまくアレクサンダーズが戦況を見ましたね、いや、見応えのある試合だったな、そうですね、すごいすごい、目まぐるしい展開の、うん、まあ、花のあるチームですね、この2人、そうですね、
ここまでここからうまくひっくり返って日高の足首を固めにいったんですが、完全にここで畳まれてしまいましたね。ここでもうギュッと痛くなるんでね。そして道上ワイン、これがうまいんですよ。勝利者賞の道上ワイン、ね、そうなんですよ、この日も大盛況でしたからね、ワイン販売。